はい、じゃあ行きましょう。それでは始めていきます。第270回ケフゼロネーム紅白戦スタートします。はい、行きます。はい、お疲れ様です。ということでやっていきます。本日が15人ぐらいかな、今。17人ぐらいか。はい、うん、で、開幕が、メイさん、温泉妖精メイちゃん対、ヤマさん。ヤマさんいつもね、後ろ側に出るんですけど、今日は初手ということで、キャラクターもまあまあまあ、なんかちょっと崩れた感じですね。で、メイさん側がまあ結構比較的使うんですけど、この3キャラという感じになっております。さあ、終わり際引っ掛けて、さあ、やはりジージーした展開になる。特にまあ、うまいうまいのか下手なのか確かに、あの出し込まないがね、難しいんですよね。あの原客が漏れちゃうんですよね、よく。だから最短距離で走って駒投げとかが結構特殊な、おしっぱとか使わないと多分ね、でほぼできないんじゃないかな。さあ、そんな感じで2番手が牧島。さあ、ここはガード。さあ、ギリギリ避けて届いている。遠い。あ、元気、これはまさか2連発。さすがですね、山さん。もう、さあ、一気に大将まで。あそこはもう仕込んでいくのはいいですね。繋がらないのを見越して。さあ、今度はしっかり繋げる。あそこまで入ればなかなかのダメージですね。だからノーゲージにしてはかなり減る方なんじゃないかな。で、2番手が草薙。さあ、なんとかメイさん側はやはりまとわりついてダメージを奪っていきたいでしょう。さあ、キャンゼン点から D 投げ通して、さあ、あのしゃがみシーンは結構強いですね。なんか置いとく感じというか。さあ、切り返しから、しかしメイさんもゲージが4ゲージ。ジャン A からもう見てますね。さあ、これは場合によってはちょっと山さんも危ない。ジョーは結構ガンガンいけるようなタイプではないので、その分ちょっとね、一発が怖いところです。さあ、5ゲージマックス溜まっている状態。これはめり込みすぎて、あっと、ごちゃごちゃしていますが、発動状態なのは山さん。しかしゲージがゼロ。さあ、しかし1ゲージでは火力が出せない。おっ、あっと、当て身には引っかからず冷静に足払い差し込んで、まずは山さん勝利。さあ、郷さん、埼玉は芋三重士そうなの、この3本の一角が
ゴーさん、いろいろ、いろんな通りなを持ってますね。さあ、キム、山崎、ネームレス。さあ、こういうなんかちょっとあんまり、ランクの低いキャラ同士の対戦になると、結構その中ではロバートは結構いける方なんじゃないかな。揃ってますからね。さあ、打っていきます。さあ、釣る。原客は弱。はあ。あ、ゆち。一発返して、前転から。さあ、ここはしっかり。さあ、ゴーさん、2番手にネームレス。これは状況的には、まあ、ここはゲージを温存しつつ倒したいですが、まあ、逆に払っていくのは山さん側、まあ、少しでもダメージを奪っておきたいっていう感じでしょうね。おお、あれ、ジャックは繋がんだね。さあ、12分に仕事をしている表ロバートが。なんとか返しましたが、相当ゲージじゃない、体力相当奪われましたね。あ、しかしこれでほぼ五分。おー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 やってますね。あ、山さんは、山さんね、ゴーさんはやっぱこう攻めのバリエーションがね。ダメダメと。2秒前からこの展開が読めていたと。さすがですね。とても芋30しか思えない。あ、しっかり。今のいいですね、NC は。ゲージがかなり溜まります。おう。まずは大将戦、相打ちから。ここは見ていたが、さあ、このゲージ差はちょっと危ない。うまい。これはさすがに苦しい。うまい。はい、ワンピ側がエゴナルドンさんです。何回か出てもらったことはあったよね。名前が多分変わってますが、ああ、ベニマル・アンディ・キング、いいですね。この準強キャラ軍団みたいな感じですね。さあ、アンディ・ジョーから。ここは前転通らず。あ、お互い今なんかジャンプがふわっとしてるのが特徴的ですね。あ、なので、まあ、ガンガン前にジャンプジャンプっていう行動はちょっと難しそう。お互い対空も持ってますからね。ここは出ない。あ、少し下段から、これはちょっとタイミングが遅れて ND で返す。さあ、これもまあリードしてる状態であれば。お、潰された。あ、ちょっとベニマルがね、大側になるとちょっと面倒くさいんですけど。
さあ上に体育さなぎ、さあ飛ばして落として、さあかなりジリジリした展開が続きますが、さあ山さんの守りが硬いが入ってくる、 D 投げ通して、おお、お互い走ったところに、さあ大将がキング、お飛ばし下段を刈り取って、これはさあここで発動状態切れる、パックは待って C 投げ、さあまだ全然どっちがどうなるかわからない状況ですね。大将が誰だっけ、あマリー、あキングの NC に対してあんまりいいのがなさそうですが、まあ、しかし当て身がからの一発がでかいのでちょっとそこは怖いですね。キング側もさあ酒から前転空中くらい、さあ体力リードは山さんですがこれはちょっとまだわからない、うっマジか、決まる決まる、はい連続さんですね、ワンピ側、さあ連続さんはこの3キャラいつも通りで、山さんがジョーネームレスにカーソルが合っていますが、マリーアンディ、初手がどうなんだろうな、もうジョー、ジョー対マリー、もうここら辺になるとどっちがどうなのか全然わかんないですけど、さあ早出しからの、うわあそこからまだ出るんだね、さあ逆に出てしまい、ここも届かない、マリーもノーゲージの火力は高いですね、おっとさあ相当ごちゃごちゃしている、あっとあれは合わない、そうですね、あれが落とせるときはまあ置いてあるところに引っかかる感じですからね、うまいな、今のとかどうやって入力してんだろう、バックステでパンチ2回押してそのまま走ってって感じなのかな、あーなるほど、なんか何にも出てないところからに見えたんだけど、ここはジャンプ、ジャンプはなんかリーチすげえ短いですけど、なんか判定と発生の速さがかなり目立ちますね。で珍しいマリー同キャラ、ここは届かない、しっかり手を出していなかったですね。さあほぼほぼフルコンが入り、お今一瞬どっちが投げたのか分かんなかった、さあしかしまだ1ゲージも溜まってない状態で K ダッシュ、まあそうですね、リターンを取るためにはやはり前転とかも通していかなければ厳しいでしょう、あうまい、
ここはリアルカウンターからフォローが効いて、さあ流れは山さん側か。マジか。さあうまい具合に前転を通していって大将すげえ当たり方した今。まあパワーゲージがないので、まあなかなかリターンが取りづらい。上に引っ掛けて足払い返していく。これはさあもつれる。あだあ、山本さん初動カーキャンからまだちょっと分かんないですね。さあ山本さんも押し込んでいる。さあ追いついてきたが奈落が当たって、あっともうすでに置いてあった。終わり際に、はい、謎さん、ハミ父代さんです。14はもっとおっぱい揺らしてくださいということで、なんかなんだっけ、今日あたりなんか動いてる絵がどういう状態なのか俺見てないからわかんないんだけど、公開されてたのかな。なんかね、絵のクオリティもだいぶ上がってるようなので期待が高まるところですが、さあムーンを投げて暴れつぶしが刺さり、ここは出ないがなかなかダメージに結びつかない。さあここはビタで飛び込んでいく。まあ、前にも言ったかもしれないですけど、あの那須さん側はやっぱりちょっとこう多分苦手じゃないかな、こう連続さんみたいにガンガン来るタイプは。ああ見ている、うまいですね。ああミラージュ返して、さあどんどん侵入してくる。さあ燃えたところ、当たんない攻撃が。さあこれは苦しい。で裏ロバ、ここは体力を奪われずに済ましたいとこでしょう、上地町側は。うわーマジか、ここは隠っている。さあもう体力が相当奪われた状態ですが、まあ半分近くまでここは回復するでしょうね。さあ K ダッシュきつい、動きが速すぎる。まあでかい一発を当てたらノーゲージになっちゃうし難しいところですね。うっ、ユニン客からジャンプし打ち勝っていくが、でかい一発が欲しいところですが、ここは遠目からいなされてしまう。はスピガはアンディの弟子さんです。アンド、あはい普通にアンディの弟子ということでもうみんななんかも全然違うこと言ってるま
あ、まずはマリタ K ダッシュ。さあ飛びを通さず、さあ間合いをしっかり離している。ああくしゃみしている間に一瞬で肩がついてしまいましたね。さあここで同キャラになりましたが、さあなかなか崩れないアンドリーの弟子、守りも固い。いやーここうまい、落とすときついが前転通して強倍率ちょっと安くはありましたが、さあその後の流れはかなりいい。あだあ、これがまたきついんですね。まあ、ケア者は無理しなくてもいいし、ぶっこんでもいいしみたいな状況でしょう。前転通してヒート、さあ早出しバリアを張って、まあ、ゲージを考えればまだ、まあ、厳しそうではありますが、ここは払って、はあ、いい判断ですね。今のは届いたか怪しい場面。まあ、空破弾から昇竜弾せせい打っていく。ゲージはゼロ、投げを通して、お、あ、すげえ、すげえ吸い込んだように見えたな今。さあしかしこれはちょっと絶望的な状況。天禄側、む中段ガードしている。さあ出なかった、確かに球を出してたっぽいですが、さあケンさんです。先週に引き続き、さあ裏アタック、カスミパオ、アンドリの弟子側はクリス・アンディ・カスミ。さあお互い切り返し合って、さあディレクが見えたか、弾当たって、さあちょっと近めではありますが砲台に近い状態、さあ割り込んで、さあリードしているのはケンさん側、潰せない、早い。さあかくったが上、さあ前が後ろへになってしまい危険、リターンが高い。ここは飛びが通る。さあ2番でかすみ、さあ鋭い角度からジャンプリー刺さる。
さあ、カスミアンディ。なんか一説には結構いい勝負なんじゃないかと言われてます。昇竜弾、前転。さあ、またも画面端だが、リバハイで回避。サンディの足場合も相当強いですが、カスミのジャンプ飛ばしもやはり相当なもん。さあ、クワダンが対空になって、遠視、遠視じゃない、禁止、禁止。さあ、追い詰められたケンスさん側の対処、ポー。早い。さあ、ちょっと苦しいか、これは。ここは飛翔剣で済んだと言えますが、これは難しい場面。くっ、ここは難しい。パナシを避けてしっかり。あ、しかしこの状況、確かに3ぐらいは欲しい場面ですね。あだー、話が違う、話が違うださあ、ミネスキョさん、さあ、お互いこの最強キャラを取り合って、裏ロバなのか。さあ、読み合いが続いて、裏ロバとアンディ。さあ、開幕は裏ロバ対アンディ。お互い K ダッシュをとネームレス、まあネームレスはそうですけど、 K ダッシュを下げた感じですね。ここは見ていて、ここは撃飛翔剣削って、 NC の壁が厚い。さあ、ここはゲージも貯められないまま、裏の場が落ちてしまったので、これも楽はできない。さあ、クワダンの隙に、さあ、コカガードを固める。激撃が出なかったが、なるほど。激撃はね、あれがね欠点ですよね、漏れてしまうのが。ああ、待っている。あっと、さあ、マイビー使っていきます。ここはさあ、早い段階で切り返して、前転前転投げ。さあ、ゼドッと塗っちまう。さあ、よく避けたがさあ、残りゼロロット、マイビー差し、お互い意志が強い。あそこまで歩き合ったのはなかなか珍しいですね。さあ、一応補足しておきますと、このゲーム同時に投げが成立した場合、お互い何も出ないという現象があって、あの歩いた秒数分お互い擦り合ったということになりますね。さあ、お互い意志が強かったですね。だいたい あれの半分ぐらいの時間がデフォだと思うんだけど。さあ、その勝利がでかく、ネームレスまで倒してしまいそうな勢い。これはかくらないが当たってしまう。動いてしまったか。
さあここを取ればネームレスなのでワンチャンですが、ダメもうそれ待ちになっちゃってるあの遊び心が死を招いてしまう可能性すらありますが、あぶねえあれこれホセイ斬りやらジャパン釣りやらもうなんかもうこれはもうはい、行きましょう、ヤスさん。いやー、劇的な幕切れを迎えてのこの一戦。さあ、ヤチは動かない。すでに画面を見ている、もうこの時点からしっかり画面を見て。さあ、しかしタイムアップはしょうがないですね。さあ蓋を開けてみればガチ対戦になり、さあ裏ロバクーラーでは結構裏ロバきついってよく聞きますが、まあそれでもこうなってしまえばっていう部分はあるでしょう。さあしっかり対策して、あいらないが出なかったかな。いらないだと相打ちで勝てるというか追撃まで入るんですよね。さあピネス側もちょっとミスをしてしまい、一発返して、まあ金利上まで相当あるさあ持っててきた。そう、これは結構 K ダッシュも飛びをかなり気合い入れないと。お、ここはうまく差し込んで出ない。さあしかし状態はまあまあ悪くはないと言える。さあやさん、なんか先週ともうまるで別人かのようなさあもう勢いに乗るアビネス教。ガーキャン抑え込んで、あうまい。さあ4段から計7段先生になって、苦しいグッ、絶妙な D 投げから D 投げ、いいとこなし